今回は肉とタケノコのあんかけ焼きそばの作り方を紹介します。カリカリに焼いた麺と弾力のある豚肉にコリコリとしたタケノコの食感が癖になるうまさです。それでは作っていきましょう。まずはタケノコの水煮を細切りにします。包丁を水平より少し斜め下に入れ、そぎ切りにします。そのまま並べた状態にして細切りにしていきます。次にニラを用意してカットしていきます。ニラは5センチくらいの幅に切り分けます。半解凍した豚もも肉を使います。このくらいの硬さに解凍して切ると簡単に細切りにできます。安定する面を下にして幅のある面から薄切りにしていきます。肉が硬くなっているのでサクサクと簡単にスライスできます。スライスした肉を少し広げてそのまま細切りにします。包丁を縦に入れたら外側に倒すようにするとうまく切り落とすことができます。さらにタケノコと豚肉の細切りにする詳しい方はタケノコの長期保存方法とチンジャオロースの動画で紹介しています。材料は豚肉 100g、 タケノコ 80g、 ニラ 5g、 生姜のみじん切り大さじ1、焼きそばの麺1袋です。焼きそばの麺はこのままでもいいのですが、醤油とごま油を少量あえてからレンジで温めると香りもよく美味しくなります。全体に行き渡るように混ぜ合わせます。通して600ワットで1分温めます。その間に肉に下味をつけます。塩、黒胡椒、酒、醤油を少量ずつで揉み込みます。卵か水を大さじ1入れ肉に含ませます。片栗粉を軽くまぶして和えてから油を少量入れコーティングしておきます。焼きそばを焼いていきます。フライパンをしっかりと温めていきます。フライパンからうっすらと煙が出てきたら油を大さじ1入れくらいでなじませます。レンジで温めた焼きそばのラップを剥がしフライパンに入れます。麺をできるだけ薄く広げ焼いていきます。片面が焼けるまでそのままあんまり触らないようにして放置します。で裏面を少し削って確認して焼き色がついたら裏返します。また同じようにして焼いていきます。
かりと焼けたら、樽などで油を切っておきます。ここでしっかりと油を切っておかないと、せっかくカリッと焼いた麺がベトッとしてしまうので、ここは重要です。簡単に味付けできるように合わせ調味料を作ります。砂糖小さじ1、醤油大さじ1、紹興酒または酒を大さじ1、オイスターソース大さじ1、水大さじ4を入れ、よく混ぜ合わせます。ごま油を少量入れます。水溶き片栗粉大さじ1を入れ、合わせておきます。しっかりと油ならししたお鍋に大さじ1の油を入れます。火はつけないで冷たい鍋の状態から肉を入れます。肉を入れたら火をつけ、箸で広げほぐしながら火を通していきます。お店では油通しするのですが、今回は家庭でも作りやすいように炒める方法で説明します。肉が完全に黒くなるまで炒めます。火が強いと肉が固まって団子状になってしまうので、低めの温度でほぐすように炒めていきます。このくらいに火が通ったら一度取り出しておきます。そうしたら次は生姜を入れて炒めていきます。油を大さじ1入れます。生姜のいい香りがしてくるまで炒めます。このくらい油がなじんだ状態にします。たけのこを入れ炒めていきます。ここ全体に油が回ってきたら、炒めた豚肉を鍋に戻します。ニラも入れます。軽く混ぜ合わせるようにして炒め合わせます。合わせ調味料をよく混ぜながら鍋に入れます。調味料と具材を絡めるように混ぜ合わせれば、餡の完成です。皿に焼きそばを乗せ、その上に餡をかけていきます。これで肉とタケノコのあんかけ焼きそばの出来上がりです。食感のバランスが良く美味しいのでお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。皆様の応援のおかげで登録者が1万人を超えることができました。ありがとうございます。これからも私が持っている料理の知識と経験を惜しみなく出していきますので、よろしくお願いいたします。感謝いたします。